え注目の日露首脳会談を行われましたが、はい、さんやはりプーチンさんは安倍さんと比較して役者が1枚も2枚も上でしたね、したたかなんですよね、えー、この首脳会談を終えてプーチンさんがで北斎、ね、エンデルズが嗅いで見えるような感じなんですよね、ねえー、結局は領土問題では進展どころか後退、はい、一方で経済協力という大切なカードを切らされる格好になってしまった。 プラス面しかないというそうですね。こんな印象ですよね。お財布のね、また蓋が開いちゃったって感じですかね。<laughs> そうですね。後ほどまた <laughs> お話を伺っていくことにいたします。このコメンテーター、渋谷和弘さんです。どうも あんまり具体策はなかったようですね。ういうことなんですね。えー、まあ、千九百五十六年の、えー、実質共同宣言を基礎として、えー、日露平和条約交渉によって相互が受け入れ可能な解決策を目指す方針だとこう共同記者会見で発表しましたが。 えー、北方領土についての具体的な成果に関する言及は一切なかったということなんですよね。ですから新聞も今日はずいぶん苦労してて、はい、何をテーマに取り上げたらいいかっていうのを悩んでるような文章になっちゃいましたからね。はですね日露平和条約交渉を 進めるというですね、こういう見出しで、えー、一方で、毎日朝日はですね、領土問題についての進展はなかったといったサブの見出しを出しているというですね、こういうコントラストですよね。はい。どうなんでしょうか、まあ、結局、北方四島の話については、はい 触れなかったんですかいや触れたんですかそ<の>どっちなんでしょうか触れなかった可能性は私は高いと。ーはーはーつまり、えー、国後エトロフを含む4島返還を交渉で持ち出すとですね、えー、ロシアが反発してしまって。これはもう、ま、間違いないですね。そういうことですね。えー、ですので、まあ、歯米、シコタンの事実上の2島に絞ってもですね、えー、この返還交渉が難しくなるという判断から、えー、最初から4島については持ち出さなかった可能性が私は高いと見ています。は そうすると、まあ、結局何を話したかというと、はい、今日記者会見見てると、プーチンさんはですね、えー、最優先事項は、 え経済協力だって言ってんですよねそういうことなんですね、えー、ですのでこの日露平和条約交渉の締結をプーシンさんとしては先送りすることで、えー、で羽生前四五谷についてはですね返すような返さないような素振りを見せることで、えー、経済協力を取り付けたいというですね、えー、こういう思惑だったわけですね、はい、そしてその通りにプーチンさんの思惑通りに運んだというですね、えー、そんな印象なんですね安倍さんもこれで持って、えー、合意してるんですねそういうことなんです、えー、具体的にはですねまず 日露の貿易額を今後数年間で1.5倍の300億ドル、まあ、およそ3兆2900億円を少なくとも目指すということで合意したということですから 北領土でのその共同経済活動だけではなくてですね貿易も拡大していきましょうということなんですが、はい、これ民間がそもそもやっていてですねロシアからまあ輸入するものなんてあんまないわけですよね、えー、そういう中で政府主体で増やしていくということになりますと日本側に果たしてメリットがあるかどうかこれ非常に疑問なんですね,ですねということはつまりプーチンさんにとって いいようにですね、はい、まあ財布代わりに使われかねないという、こういう懸念が出てくることですよね。これどうなんでしょうか自民党の中でも警戒する声はもともとありました。そうなんですね。えー、そもそも順番が違うじゃないか。はい、まず領土問題を解決してから平和条約を締結して、えー、そして、 共同経済協力という流れが本来でないかという、<ー>こういう意見はあったんですが、ますますですね順番が逆になっていると、真逆になってるです、ね、ってるまず経済協力い行っちゃった、はい、そうなんですねそれから平和条約へ行くと、はい、で領土問題はもう最後の最後でどうなるかわからないと、うね、こういうい話にな逆になってもその流れがあるんですが、流れがあればいいんですが、経済協力で終わっちゃうというリスクあるわけですよあ。 ししかしこれは安倍さんにとっては決していい結果にはなりませんから、そうなんですえやっぱりその党内の批判もあれば、国民世論の批判も出てきかねないわけですよね、そもそも日本政府は長年、ですね北方四島固有の領土と主張していたわけですね、えー、で国内では、四島返還をずっと訴えてきたわけです、えー、じゃあ、これ、二島に絞っていいのかということが一つです、はい、それからその二島にしても、ですねロシア側は主権の異常については確定していないと、こういうふうに言ってるわけです、ね。えー 渡さないて言ってるわけですよね。えー、使わせてやってもいいという、こういうことですえ。そういうことも含めて、どうこれまでの日本の政府の主張と整合性を取るのかですね、えー、これ、政権としては私は説明責任があると思うんですね。そうですね。まあ、外相会談でもですね、ラブロフさんが相当厳しいこと言ってました。はい、そうなんですね。こういう状況を見ながら、 はい、なぜあえてこの問題に突っ込んでいったかっていうのがね、はい、よくわからないんですよね、よねラブロフ外相は、ですね 2>、えー、第2次大戦の結果、北方四島はロシア領になったんだと、えー、そのことを認めるのが前提だという、ですね、まあ、ものすごい釣り玉を投げてきてるわけですね、えー、そういう中であえて、その土俵に乗ってしまったことのリスクですよね、えー、これをどう見てるのかというふうに思いますね。えータケロ